コミジュル以外でここに入った人間はほとんど記憶にありません。あなた方は特別。今度は何？どうぞ近くまで行ってもらって結構ですよ。偽札、エンド偽札だ。また偽札？いや、真淵のとは別口か。どうなってんだ。ラオマーの偽札とは出来が違うわよ。あっちは所詮マフィアの一時しのぎ、少し見れば仕事の雑さが透けて見えちゃう。でもこっちはミクロ単位まで正確に複写する最新の印刷システムで作ってるの。もう会えないかと思ったぜ。寂しかった？いい女が急に消えりゃそりゃ寂しいってもんだ。私もちょっと準備する必要があったの。化粧でも直してたってのか？やっぱりあなた面白いわね。いい感じだわ。ちょっと、ごたくはいいから話を進めてよ。あんた誰なのよ。少し言葉を慎んでいただけませんか。いいのよ。じゃあご紹介差し上げましょうか。はい。なんなの。皆さん、こちらはソンヒ、我がコミジュルの総帥です。総帥？この姉ちゃんが？コミジュルのボスは女？マブチの倉庫で妙な紙の束を見たでしょ。箱に詰められた白紙の束。白紙の束、箱に詰められた。ああ、見たよ。あれはとても特殊な紙なの。大陸の工場で成分を調合されて生成されたものをハンピン・リューマンが取り寄せてる。中国で作られてんのか。なるほどね。そしてここで作られてる日本円も同じ紙なのよ。え？じゃああんたらはハンピン・リューマンの倉庫からあの紙を盗んで日本円を。盗んでないわよ。あの紙はもともとここで日本円を作るためにコミジュルが用意させたものなんだから。あ？どういうことだ。まずコミジュルが日本円を作るために紙の製造をハンピン・リューマンに依頼する。出来上がった紙は一旦マブチの倉庫に届く。そしてハンピン・リューマンの人間がここに届けてるという流れよ。ハンピン・リューマンの誰に依頼して誰がコミジュルに届けてくれてるんだ。すべてハンピン・リューマンのトップ、チョウよ。じゃあ、チョウはそれを知ってるんだな。もちろんよ。チョウに黙ってそんなことできやしないわ。あの紙は日本円の偽札の材料。じゃあ、人民元の方はどうなんだ。あれもコミジュルのビジネスなのか。それともやっぱりハンピン・リューマンの。そのどちらでもない。え？
あれは言うならハプニングね。マブチの部下がある日倉庫に見たことない紙が大量にあるのを見つけたのよ。その男はかつては偽札ビジネスを生業にしていた人間だったの。そしてマブチに提案した。あの紙を少し加工すれば精度の高い人民元が作れるってね。マブチはその話に乗ったってまでよ。マブチが考えたんじゃねえってことか。よその人間をどうこう言うのは気が引けるけど、マブチはそんなに頭の切れる人間じゃないわよ。いい部下を持ってラッキーだったのは事実かもね。蝶はマブチが人民元を作ってるの知ってんのか。あんたから教えてやんなかったのか。教えたわよ。でも蝶はすでに知ってたわ。でも見て見ぬふりよ。だって人民元の製造をやめるように指示したとして、紙の使い道を部下に聞かれたら蝶だって説明に困る。ましてや日本円製造ビジネスはお金になるから蝶もやめたくはない。それに真淵の会社の維持のため、部下の生活のために人民元が使われてるなら多少は目をつむる。それが蝶の判断なんでしょう。じゃあマブチは同じ紙で日本円が作られてることは当然知らないわよ。しかし知らないこととはいえ、もったいないことしてくれるよね。あの紙は円をするための特注品、オーダーメイドなのに。オーダーメイド知ってる？円の紙はミツマタって植物から作られるの。ただし他の原料や配合、そして製造方法は日本の国家機密なのよね。あの手触りはそうそう再現できないってわけ。じゃあなんであんたにそれが作れるんだ。ある筋からその情報は漏れていた。もう何十年も前に。何十年も前？そんな話警察でも聞いたことねえぞ。でしょうね。あなたじゃまだ若すぎるもん。え？ああいや意外と若くもねえんだな。真に受けてんじゃないっつも。そうだから、ほとんど誰も知らないはずのその偽札を、なんであなたは持っているの？一番お この万札はこの場所から漏れたエラー品ね。どこにも存在してはいけないはずのもの。あなたはどこからこれを？我々の監視システムはあなたがこの町に現れた時からの様子をずっと捉えていました。当然その偽札を手にしているお姿もです。ですからゆっくり話を聞かせていただきましょう。我々はようやくその機会を得た。待った。事情は分かったがよ、そいつは俺にも何なのか分かんねえんだ。本当に何も知らないの？本当だ。私が撃てないと思って舐めてるの？いや、やるときはやる人だって思うぜ。念のために聞いてみたのよ。あなたが映っているここ数日の映像は全部調べさせた。でもあなたはその偽札が何かまるで分かってないみたいだし、そもそもこの土地へ来た時には撃たれて死にかけてたわよね。知ってんじゃねえか。つまりあんたにはここに来た特別な目的があるようには見えない。まあそんなに頭も良さそうじゃないしね。もっと言い方ってもんがあんだろ。でもお前は違うな。ナンボ！俺が何だって言うんだ。お前が偉人町に現れたのは半年前。ホームレス街からよくこの建物を盗み見してた。他のホームレス仲間には目もくれずに。いつの間にそんな写真を？なのに
偽札を持っていた春日一番とだけは急につるむようになった。なんでだ。難波は村長に俺を手当てするように言われて、それで。じゃあナイチンゲール症候群、看護師が患者に惚れちゃう。あれ違うだろう。お前はこの偽札がコミジュルのものだと知っていたな。どうなんだ。答えだ。ナンバ、まだ総帥が話し中だ。黙ってちゃ話が進まないよ。お前は誰なの。難波優、41歳、元看護師。あのね、そういうこと聞いてるんじゃ。秋葉翔一は俺の弟だ。え、秋葉翔一、フリー記者の。秋葉はペンネームで、本名は難波翔一だ。ほほ秋葉翔一はあんたの弟。よ、待てや。何の話してんだ。半年くらい前、どっからか偽札のことを嗅ぎつけたフリーの記者がいたんだよ。その名前が秋葉翔一。ところが偉人帳に入り込んで数日後、どこかに消えた。どこかに消えた。冒険じゃねえ。その消える直前に俺は弟から連絡を受けてた。あいつは自分が監視されてるらしいって言ってた。コミジロの連中にな。お前らあいつを、弟をどこにやった。そうか、消えた弟を探してお前はこの町に。偉人帳には肉の壁があると聞かされてた。よそ者がその内側に入り込むことはできねえともな。だから俺はホームレスに化けて彼らのねぐらに潜り込んだ。あそこからならコミジルを近くから監視することもできると考えて。そうだ。でもずっと何の糸口もつかめずにいた。お前が来るまではな。一番お前は変な札を持っていた。俺はすぐに気づいた。これは弟が追っていた偽札だってな。やっと掴んだ手がかりだ。その瞬間から俺は絶対にお前から離れずに追ってやろう。そして偽札を入手した流れから弟の手がかりを聞き出してやると決めたんだ。でも蓋を開けてみりゃ、俺以上にお前は何も知りゃしなかった。笑っちまうよな。そうだったのか。お前は嘘がつける男じゃねえってことくらい分かってるさ。偽札のことを何も知らねえんじゃ、これ以上つるむ理由もねえ。俺はよ、近いうちにお前の前からドロンと消えるつもりだったんだ。だってよ、だってしょうがねえだろ。ナンバ、でもこんなことになるなんて。すまん、一番。すまん、みんな。なんちゃん。お前ら、俺の弟をどうした？殺したのか？
弟は生きてんのか死んでんのか、それくらい教えろ。教えてくれたら俺はどうなっても構わねえ。でも一番たちは関係ねえ。俺を殺してもこいつらだけは助けてやってくれ。頼む。紛れ込んでいたネズミは彼一人だけだったみたいね。ひとまずあなたたちは客人扱いにする。蝶にも気に入られてるみたいだしね。よ、ちょっと待て。どこへ連れて行く気だ。俺らの仲間を。仲間？あなた今の話は聞いてたでしょ。あの男は自分の損得感情であんたを騙してたのよ。出会った最初からね。そんな人間を仲間って呼ぶの？なあ、そうだな。俺がナンバを仲間って簡単に呼ぶのは違うのかもな。やっとわかったの？勘違いすんな。あいつは俺にとって仲間以上の人間だって言ってんだよ。なんだって？俺はここに流れ着いた時、あいつに手当てされなきゃ死んでたんだ。ナンバはな、俺の命の恩人なんだ。俺は命の恩人に仲間にしてもらった立場なんだよ。ナンバの目的は行方不明の弟さんを見つけ出すことだ。親兄弟の心配をすることが損得感情だとは俺は全然思わねえ。あんたらよりもあいつの方がよっぽど筋の通った生き方してるぜ。俺が言うのも忘れんなよ。さっきよ、一人で俺らを止められるとか言ってたな。この何してんの？人を集めな。やれるもんならやってみろや。さっきの言葉証明してみせましょう。どうしようかな。さすがと書く言葉似てますよね。なめんなよ。怪我しますよ。俺の番だな。今までよく生きてくれるものだ。やってみろ。こいつってどうだ。私の番ね、見てなさい。おっと、俺の番か。私に勝てますかね。よし、ありがとうございます。頑張ります。カセミアとカスって言葉似てますよね。どうしようかな。やってみろ。舐めないでくれる？舐めんなよ。ザコめ、ほらやるぜ。皆さんとろくさいですね。とっておきだ。怪我しますよ。とっておき。
める。どうするかね。絶対負けない。なめると痛いもんね。春日とカスって言葉。負けません。行くぞ。頑張ります。ぶっ飛ばしてやる。私に勝てますかね。くらえ。さて、よし、行くぞ。よし、捕まったぜ。私の番。見てなさい。やめる。見てなさい。どうしようかな。
対負けない。見せてやる。行きますよ。やめるな。終わらねえぞ。見せてやるよ。今までよく生きてこられたものだ。張り切っていくぜ。これありがとよ。私の番ね。とっておき。よし、行くぞ。皆さんとろくさいですね。私に勝てますかね。やんのか。はっ、くらえ、くらえ、頑張ります。これ以上はよし、ぶっ飛ばしてやる。やるか。よし、さすがと勝って言葉似てますよね。危なかった。舐めないでくれる。どうすっかな。怪我しますよ。やってみろ。とっておきだ。気合い入れていくぜ。どうしようかな。ほら来いよ。奥の手取り合う。どうしよう。苦しむがいい。やめろ。ぶっ飛ばしてやる。やめろ。やめろ。よっしゃ。ますよね。やめんな。どうすっかな。待ち構わすぜ。頑張ります。やるか。ぶっ飛ばしてやる。これどうぞ。ありがとう。こいつでどうだ。皆さん、とろくさいですね。よし。とっておき。わかりませんよ。まだ終わらねえぞ。見せてやるよ。この程度で自慢されても困ります。張り切っていくぜ。くらえ。やんのか。そう
この程度で自慢されても困ります。はい、行ってみよう。ありがとよ。舐めないでくれる。よし、よし。春日とカスタムは似てますよね。ヘッチオン、ハッオン、セヤ。うわしまったな。